太陽チャンネル。ゴリラ。はい。はい、グランちゃん、太陽チャンネルです。太陽チャンネルって。はい、ということで、本日はね、お年玉もらったと思うんだけども、早速、お年玉で買い物に行ってきました。はい。で、何を買ってきたか、発表したいと思います。はい。じゃあ、最初は誰がいいですか？太陽。え？太陽。太陽？じゃあ、太陽が買ってきたのは？新作ですね。新しいなんかドラゴン、めっちゃかっこいいんだよねこれ。なんで、なんでやねんねんねん。じゃあなんでこれ買ったんですか？かっこいいから。それはかっこいいから。だけです。本当はね、太陽ね、今年貯金するんだって言ってたんだけど、トイザラスに行って、あ、かっこいいの。そう、これ見た瞬間にこれにするって。貯金せずにこれをする。そう、これに一目惚れしたそうです。はい。はい。じゃあ次は馬車。じゃあ馬車がお年玉で買ったのはこちら。おもて。わお。おもて。それ9歳から14歳。すごい。太陽並みや。これ9歳からだからね。こちら。はい。馬車も。忍者号の、これはね、お城かな、敵、あ、見えなくなっちゃった。じゃあ馬車は、なんでそれ選んだんですか？かっこいいから。馬車もね、これ見た瞬間にこれって決めたんだ、そうなん、だから一目惚れだよね。うん、一目惚れがおります、これ。そう、なんかね、これね、ほら、これ何歳からでも獅子、あの狛犬のなんかお化けみたいな、これが怖いよ、いっぱい入ってる、はい、よ、これが怖い。太陽の方でウー先生いるよ。ウー先生、ウー先生も。あと敵やもん。ロイとか、あとヘビ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 。あ、でも新しいよねこの辺。なんかね。うん。いい。ラスト。はい。次はランちゃん。ということでラストはランちゃん。ね。あのね、ランちゃんはね、福袋。ランちゃん重たいからマシを買ってくる。お兄ちゃんと二人で、手伝ってもらって。じゃあランちゃんが買ってきたのは。こちらがランちゃんが買った、開けるしかないよ、トイザラスの福袋、レゴの福袋です。そう、レゴの福袋の、ね、女の子バージョン、男の子のやつがね、もう売れてるので、そう、男の子はね、オープンとともにすぐ売れちゃってなかった。これ大好きなんだよね、レゴフレンズ。ミッシャン、今見てるもんね。そう。すごーい。おお。で、こちらはね、1万円ぐらいだったね。1万円。うん。ミッシャン。はい、ということで、ランちゃんのお年玉で買ったのは福袋なんだけども、女の子のレゴでした。はーい。かわいい。当たりだ。あ、大当たりですよ。うん、これすごい。はい、ということで、はい、今年の太陽家のお年玉の使い道は全員レゴでした。これから頑張って作りまーす。はい、まずも、傘忍者号作る。はい、みんなお菓子、ここからお年玉を使ってね。